はい、ミスターまゆみさん、いつもメッセージありがとうございます。今回なんですけどもね、口論の後、いろんなね、思いがあるということなんですけども、やっぱり人に悪口を言って、もしくは愚痴を言ってですね、何か改善することとか良くなることって全くないんですよね。言ってる瞬間ってのはなんとなく自分の心が癒されたような気持ちがしますけども、後味悪いんですよ。でも人にありがとうって言ってもらえるようなことを言ったりやった時ってどうでしょうかね。とってもいいんじゃないでしょうか。私はこういうふうに考えてるんですよ。一つはですね、職場、一つは家庭、職場っていうのは一つのミッションに対してプロジェクトを組んで、みんなで協力して結果を達成するために協力するぞ、おーみたいなとこだと思うんですけども、なぜかですね、会社っていうのは上司が部下を、部下が上司を、もしくは同僚が会社の人がお客さんを、お客さんが会社を、憎しみ合ってる存在、そういう構図が見えるんですよね。確かに方便としては本気だからこそぶつかるんだって方いらっしゃいますけども、でもやっぱりね、ぶつかるにしても、やっぱり褒め合うとかね、励まし合うようなぶつかり方ならいいんですけども、単なる怒りや憎しみをね、ぶつけ合ってるわけでは、これではね、なかなかうまく進まないんじゃないかなと思います。怒る理由ってのはあんまりないんですよ。自分がね、偉いと思っちゃうと相手を言いくるめたくなるんですけども、自分が学ぶ立場だと思えば怒りは込み上げてこないんですよね。例えばですね、新入社員である会社にポンと入りました。その時ってよろしくお願いしますって気持ちなんですよ。誰に何を言われても素直に聞こうと思ってるはずなんですけども、なぜかですね、しばらくいるとそこが自分の所有物とか自分が絶対の場所っていうふうに勘違いしちゃうんですよね。だから上司でも部下でも後輩でも先輩でも、自分の意見と違うものとかね、自分の感情にそぐわないものがあると、ついついね、反抗してしまったりとか感情的に怒っちゃったりするわけなんですよね。いつも謙虚に行く、敬意を捧げるっていうのはこういうところから来てるのかなと思います。まずは相手の言い分を納得してみるということですよね。相手から見るとそういうふうに考えられるんだと、一つの気づきを持っていくことだと思います。そして家庭です。これはね、ミスターまゆみさんの家庭では問題ないと思いますけども、実は家庭っていうのはですね、お父さんにとって、もしくは奥さんにとって最もエネルギーを消耗する場所だという考えもあるんですよ。旦那さんがいるから何々できないと、奥さんがいるから気を使ってどうどうだとかね、こういうふうに家庭っていうのは実はですね、自分の癒しの場所として帰るべきところのはずなのに、帰りたくない場所になっていることもあるんですよね。さあどうでしょうか。居場所がいないって感じる方、家庭に行っても職場に行っても自分が必要とされてない、自分の意見が通らない、そういうふうに考えてしまうと、確かに居場所がないような気がしますけども、職場にしても家庭にしても自分が歓迎される存在であるというふうに自分が演じていることができればですね、どこでも癒しの場になることができると思うんですよ。要するに全ては自分から始まってる。自分がどんな言葉を吐くかによって周りの人が自分を受け入れてくれるのか、自分に敵意を向けるのかが決まってくるのかなと思います。ですんでね、たまにね、きついことも出ちゃうかもしれませんけども、それは愛情から出るんだよってことをしっかりと相手にね、伝えておく瞬間っていうのも恥ずかしいですけどもね、必要なのかなと思います。そういう意味でね、やっぱ尊重心とか敬意とかってものを忘れないようにしたいなと思いますし、何よりも礼儀ってものをね、正しくしたいなと思います。私たちはですね、いろんな人から受け取ったもので生きてますけども、私たちは死んだ後ってのは、私たちが誰かにね、伝えていった言葉が残るんですよね。こう考えると、難しいことかもしれませんけども、私はですね、自分が死んだ後も自分の発した言葉はこの世の中に脈々と残んないかなっていうことをね、ちょっと考えたりするんですよね。いかがでしょうか。それでは本日は以上です。